パリロンシャン競馬場パリ内チの市エドアールマネ、ブローニュの森のコース、コーセズ英雄ボーイズでブローニュ、1872パリロンシャン競馬場は、フランスのパリ西のセーヌ川沿い、パリ16区ブローニュの森の中にある世界で一番美しいと言われる競馬場。平地競争専用の競馬場であり、外戦門賞をはじめとするフランス競馬の主要な競争が行われることで知られる。 総面積57ヘクタールイコール0.57平方キロ。競馬場の正門には、フランス競馬史上最高の国民的英雄と、評された、史上2頭目のイギリスクラシック三冠馬グラディアトゥールの、銅像がある。ロンシャン平原と呼ばれる、後に、競馬場が建てられることとなる、セーヌ川沿いの細長い草原には、ロンシャン王立修道院が建てられていた。 修道院の建設は13世紀のことであり、その計画はイザベル・ド・フランスのものである。イザベルは、ブランシュ・ド・カスティーユの娘、つまり、西王、ルイの妹であり、西王・ルイにより3万リーブルの贈与や1256年6月10日の低祖建設といった援助が行われている。修道院は、当時の慣習に従い農地と風車に囲まれていた。 アンシャンレジームの頃になると修道院で青春館に催されるミサが上流階級の間で好評を博し着飾った上流階級の人々が高級馬車に乗りみを見せびらかしてシャンゼリゼ通りからブローニュの森のロンシャンまで進むロンシャンの散策と呼ばれるパレードが始まるやがて天気の良い日に行われる習慣となったフランス革命が起こると修道院は破壊され 習慣も一時的に失われたが、フランス復興王政の時代になるとともに、再び、パレードを行うようになる。習慣は戻ったが、修道院の再建は行われなかった。現在でも残っている赤い風車がその名残である。ロンシャン競馬場を建設し、その後の管理を行ったのは、フランス場所改良奨励協会である。 奨励協会は1833年11月11日に組織され、1834年5月4日には、パリのシャンド・マルス競馬場において、奨励協会による最初の競馬を行っている。また、15日には場所を移し、シャンティ競馬場でも行われた。1852年になると、シャンド・マルスは競馬場として問題があるため、奨励協会ではロンシャンに、 競馬場を建設できないか話し合われるようになった。その翌年には計画実現のため、皇帝となったナポレオン三世のイフテイにして、ジョッククルブの会員であるシャルル・ド・モルニーに合意を求めることとなる。シャンド・マルスから移転した理由などの詳細は、パリ大商店ロンシャン競馬場の創設を参照モルニーの働きかけもあり、セーヌ県知事ジョルジュオスマンの協力を得ることに、 成功する。1854年8月18日に、パリ市議会は、ロンシャン平原を、市の名義で、カイトリブローニュの森に併合することを、ーヌ県知事に一任した。この決定は8月24日から29日の、直令により承認されたが、その中に、競馬場の建設も含まれていた。 1856年6月には、1856年7月1日から1906年6月30日までのリース契約を結んだ。さらに、1856年12月16日には、これまで国営である帝国牧場が監督していたシャンドマルスの秋、開催を異常し、春開催と、 同じく奨励協会が一括して管理し、ロンシャン競馬場で行う協約を結ぶ。この2点は12月17日付の直令で承認された。こうした交渉の上、2年余りをかけ建設された競馬場における最初の競争は、1857年4月27日の日曜日に大勢の群衆の前で開催されている。そこには、 ナポレオン三世皇帝とその妻ウジェニー皇后が、森林し、ジェローム・ボナパルトとその息子、ナポレオン公ナッサウ公子、ミュラ公といった面々が、ロイヤルエンクロージャーに顔を揃えた。引族の上流階級は、ロイヤルエンクロージャーに入れなかったためバルーシュ、型キャリッジからの感染となった。また、パリ市民の多くも、ビクトリア型キャリッジや水上バス、 外輪戦などでこの新しい催しに集まっている。その多さは混雑により第一競争の開始時間を30分ほど遅らせなければならなかったほどである。開設時は木造だったロンシャン競馬場のスタンドが老朽化したため1904年に石造で建て直された。また1908年には新コースと呼ばれるポケットから 大外回りコースの最終コーナーに合流する5つ目のコースが完成している。1936年の外線紋賞の数日前にはグラディアトゥールの銅像が現在と同じ正門前に設置された。1957年から1958年まで開催期間外である冬季に最終コーナーの改修が行われる。これにより、 直線コースの最初の標識柱が370メートルから600メートルに延長された。この新直線コースは芝が定着した1960年9月11日まで使用されなかった。続く1961年12月5日の奨励協会の役員会において新スタンドの改築が決定され、1962年11月から工事が開始された。 1964年には観客の間を横切らずに済む新しいパドックと全場が同じ方向に向いてスタートできる新しい発売機が設置されている。1966年4月3日に新メインスタンドが開場された。その時は別館スタンドを引き続き使用していたが老朽化のため1977年に閉鎖されている。 2015年の外線門章終了後に、グランドスタンド、パドック、入場門などの施設の改修、及びババの改修が行われた。総工費として1億4500万ユーロを投じられ、施設のデザインは、パリ国立図書館を設計した、建築家、ドミニク・ペローによって行われた。当初の予定では2017年の外線門章が、除幕レースとなるはずであったが、 工事の遅れ等により半年後の2018年3月に、竣工翌4月より、供用開始となった。メインスタンドとなる、観覧席のある建物は5階建てに改築され、レストランや VIP 席などの他に展覧会や、セミナーなどのイベント会場としても、利用可能なサロンスペースや、テラスも充実しており、自然最高 LED 照明、自然空調、 地熱エネルギーの利用や太陽光電池パネルの設置といったエコロジーへの配慮も施されるようになった。また、パドックから本馬場への導線も整備され、パドックからスタンドを突っ切る形で、専用の馬場かよい字が新設され、観客がより競争場を間近で見られるよう配慮されている。その他に、馬場かよい字を挟んだ4コーナー側に、 旧メインスタンドの一部が解体されず、残され、荘厳と評された旧スタンドと、近代的な新スタンドのコントラストを際立たせるデザインとして設計されているは、改修前のまま残されている。本競馬場は2024年開催予定のパリオリンピックの馬術競技で強用されることが決定している。コースみ右回りの芝コース。 大外回り一周2750メートル、中回り一周2500メートル、小回り一周2150メートル、第3コーナーのポケットからのコースは1400メートル、直線コースは1000メートルと5つのコースがある。向こう正面のコースは、中間から第3コーナーまでゆったりとした上り坂が続き、そこからゆったりとした下り坂が続く。大外回りコースは、 最大10メートルの高低差となっている。中回りコース、大外回りコースでは、第4コーナーまで、フォルスストレートと呼ばれる直線が続く。距離は、大外回りコースで250メートル程度。直線は、ゴール板は2つあり手前のゴール板までは533メートル、奥手のゴール板までは650メートルの平坦な、コース。 直線コースはゴールまで平坦なコースが続く。2015年から2018年までの大規模リニューアル工事にて、直線入り口の内拉致側に、コース幅が6メートル分の進路が広がる、オープンストレッチが設置された。これによって道中内拉致沿いを走る馬が、馬群に包み込まれたまま直線の攻防に加われず、力を出し切れずレースを終えるといった弊害が少なく、 なると期待されている。直線の1000メートルコースから4000メートルまで46箇所の発走地点がある。ゴール板。ありがとうございます。